スタンドに詰めかけたサポーターの歓声がスタジアム全体を包み込んでいます。コンディションは雪です。こちらはかなり寒いですね。今日はこういった条件の中のナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、今日はエキシビジョンのマッチですが、なんとも贅沢な対戦カードになりました。この試合どうご覧になりますか？レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね。はい、まあ、その中でレベルが高いということはちょっとした差で勝負がつくので、そこは見逃さないようにしたいですよね。なるほど。今ゲームが始まり、ここはドリブルで上がる。一人で行く、裏のスペースを狙う。自分で行く、シュート、うまいとしません。シュート来た、先制。前半残りわずか。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。安心はできないでしょうね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。裏を狙っていきます。上げる、またすぐ同点です。北澤さん、これは、まあ、見ていてこの短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。さあ後半、両者譲らず、ここで笛。勝者は PK によって、蹴りはまだ終わりません。必ず勝者と敗者が決してしまう PK 戦、最後まで見届けましょう。ボールが置かれます。ファーストキッカーです。最初のキッカー、おっとキーパー止めました。今のプレーどうご覧になりますか？そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。アンリー、どこを狙うんでしょうか？コースはキーパー逆を突かれます。キーパーの逆取りましたよね。さあワンゴールビハインド、どうだ、これはキーパー逆を突かれました。うまく逆を突きましたよね。ベルカンプ、2番目のキッカーです。どうだ、こんな何秒我慢できるかどうかですからね。さあ1点を追います。さあどこへ蹴る、これを防ぎます。今のはどうでしょう？そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。さあどこを狙うのか、決まった、ここで引き離しました。ちょっとね、これで厳しくなりましたよね。いや、追い込まれましたね。決めるか、
ここは粘り強さを見せました。ちょっと逆でしたね。後ろからね、味方を見てるんで緊張しますよね。決めるか。ここで勝負を決しました。チェルシー PK 戦までもつれ込んだんですが、この試合をものにできませんでした。さあ北澤さん、PK 戦という結果になりました。試合を振り返る